おもちゃの国アリス番外編へようこそ。店主のレイと申します。はい、今月もやってまいりました。紹介してよかったものトップ3ですね。そちらの発表の時期になってまいりました。と、今月はですね、月の頭にフィグマをねちょろっとやって、その後ね MG の組み立てをやり、それ以外ね結構久しぶりかもしれないね G フレームとかね、そちらを手つけてみたり、あとはまあちょっとね不具合があったねロボット魂をやってみたりとかね、あとはそれ以外にプラモデルを結構ね多く作って、で月末にはねいつものデアゴスティーニの2つやったということで、まあ幅広い内容だったかなって感じですね。一応そんな感じの中身ということで、今月はですねちょっとね選ぶのがねかなりね苦労したような感じなんでね、まあちょっとランク外を含めて全部で4つ発表していきたいと思います。とりあえず看板というかね、これはもういらないので避けてしまいまして、早速第3位からいきたいと思います。第3位はですね、先ほどもちらっと言いましたフィグマ、それからね1個ね出したという感じです。それがこちら、じゃんと、こちらですね、フィグマのソフィア F シャーリングですね。こちらを第3位とさせていただきました。こいつ自体はね、まあ全体的なボリューム造形非常に良かったなと。ちょっとね股関節周りがねちょっと気持ち狭いかなっていう感じがしましたけど、手に持ってるねシールドみたいなやつ、これがですねまあボードになってね乗せることができるとか、手持ちしてる武器ですね、こちらに関しましてもね、とりあえずこちらの形にはしておりますが、組み替えてね別な形にできるとかね、あとはまあ髪の毛パーツ、これをね差し替えてねゴーグルありにすることができるとか、まあちょっとね映ってませんけどね、背面のところについてるパーツをね取り外すことによって、まあ軽量版というかね、そういう風にできるっていう、まあ遊びギミックが結構多くあったって感じですね。ただこいつの難点としましては、先ほど言ったね股関節部分の可動域の狭さですね、そちらが一つあって、であとは背中のパーツ、まあついた状態でもそのままね隙間があるんですけど、外すことによってねジョイントがね丸見えになってしまうという部分がね非常に惜しいんで、そこさえなければね完璧だったなっていう感じだったんですけどね、全体的な造形とかねこれに関しましてはかなりいいと思いますんでね、最近店頭では見ませんけどね、もし店頭でね見かけていいなと思った方はね、ぜひとも入手してね楽しんでいただければと思います。はい、ということで12月編の第3位はこちらのフィグマのソフィア F シャーリングですね。こちらの方を第3位とさせていただきました。はい、ということでちゃっちゃかいっちゃいますけど、次は第2位いきたいと思います。第2位はですね、まあ先ほどもねちらっと言いましたプラモデルがねいっぱい作ったということで、その中から1体ね出してみたという感じです。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、アルカナディアのベルルッタ、これをね第2位とさせていただきました。プラモデルに関しましてはね、フィギュアライズスタンダードとかね、サーティミニッツシスターズとか、あとはね MG ね作りましたけど、まあ入手難易度的にはどれもこれもね大体似たような感じなんですけどね、こちらのベルルッタに関しましては以前ね紹介したことがあります、ルミティアとね同じねアルカナディアっていうねシリーズになっておりますが、まあシリーズ共通みたいな感じでね、素体ボディみたいなやつに対してパーツをね組み付けてモードチェンジっていうかね、そういうのができるっていうギミックがあって、でまあ全体的な造形もね非常によろしくてね、組み替えギミックも楽しめるんで非常にいいかなと。ただこいつに関しましてはねちょっと難点としましてね、動画の中でもずっと言ってた部分ではあるんですけど、足首パーツですね、ここについてるパーツですね、こちらがですねかなり不安定と、非常にフラフラするんですね。それが非常に気になったという感じなんですけどね、まあ全体的な造形とかね、まあシールはね当然ながらねいつも通りありませんので、素組みでね非常に高い完成度なんで、これは良かったかなと。あともう一つですね、シールとかね塗装で再現されない、どうしてもねパーツで分割してる関係でね、めちゃくちゃちっちゃいパーツがあるんですね。それがまあチラッと映ってるここのパーツなんですよね。このパーツとかがものすごく小さくて飛んでってなくなっちゃう可能性があったりとかね、パーツ処理してる段階でゴミと一緒にね捨ててしまう可能性があるんで、そこの部分をね注意しなきゃいけないっていうね部分はありますけど、全体的にね非常に作りやすくてね良かったと思います。特にですね、はめ込みにくくて接着しなきゃいけないなっていうふうにね思った部分はなかったんで、組み立てに関しましては問題ないと思いますけど、やはり先ほどから言ってる通りパーツの紛失とかさえね気をつけておけば、組み替えギミックとかねいろいろ造形とかも非常によろしいんでね、かなり楽しめる内容だと思いますんで、こちらもですね入手する機会だったのでね、ぜひともね一度触っていただきたいと思います。はい、ということで12月編の第2位はこちらのねアルカナディアのベルルッタ、これをね第2位とさせていただきました。はい、ではですね、栄えある第1位に行く前にランク外をね1個出したいと思います。それがこちら、じゃんと、もうちょっとね箱に入れちゃったんですけど、こちらですね、ブリングアーツのベルトールイドですね、こちらの方を
ランク外の一つとさせていただきました。はい、ヴェルトールに関しましてはね、これは動画の中でも言っておりますけど、過去に出てたヴェルトールの、まあ、別モードっていうかね、そちらの姿がまあ立体化されたよと。で、これがですね、まあ発売されたこと自体がかなりね奇跡的な感じなので、まあ今後ねこのシリーズ出してほしいとは思いますが、前のヴェルトールからね、こいつが出るまでにかなり時間が経ってるんでね、果たしてどうなのかって感じがしますけど、ただ全体的な造形ですね、稼働はちょっとどうしてもね結構厳しい部分はありましたけど、造形とかはね非常に良かったんでね、この作品が好きな方はぜひともね手に取っていただければと思います。ただこいつめちゃくちゃ高いんですよね。全然気づかないでね購入しておりましたけど、私が購入した時でこいつが 17,000 いくらっていうね、思ったよりも高くてびっくりしてしまいましたけど、そんな感じでね値段は張りますけど、なかなかね立体化されないこいつがね普通に買って箱から出してすぐ遊べるっていうね、そういうようなものになっておりますんでね、これ自体はね作品好きな方はね入手して楽しんでいただければと思います。はい、ということでランク外はこちらのブリングアーツのヴェルトール移動ね、ランク外とさせていただきました。はい、ではね栄えある第1位いきましょう。第1位は文句なしでね一発で決まってしまったね、こいつを第1位とさせていただきました。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、 G フレーム FA のプロビデンスガンダムですね、こちらの方を第1位とさせていただきました。今回のランクに入れたやつってフィグマのソフィアとか、あとはベルルッタ、ベルトールイド、こちらに関しましてね全部一般販売なんですね。なので店頭に売ってれば普通に買える状態ですね。それ以外の紹介者モードに関しましても、ほとんどがですね店頭にあれば買えるようなやつらばっかりをね今回やってたんですけど、その中で限定にねなっているようなもの、それがですねこちらのプロビデンスガンダムと、あとはミーティアユニットですね。それ以外は基本的に店頭でね売ってれば買えるものなんですよね。まあそんなね店頭で買えるものをね抑えて1位になったと。まあプロビデンスガンダムこいつですね、本体の稼働っていうかね全体的な造形とかもものすごく良くて、で背面とかについてるねドラグーンですね、こちらをね外してね、こちらのベースにある穴ですね、ここに付属の支柱をね取り付けることによって全部浮かせることができるとか、デザイン上ねこの形になっているんで、まあ余剰品がね基本的にないんですよね。だいたい武器を保持させようとかね、サーベルとかを取り付けるってなると基本右手でねつける感じになるんで、手に持ってる武器ですね、これを外してサーベルを取り付けるとかね、そういうような感じで余剰品がねどうしても出てしまう。それがですねこいつはこのスタイルでとりあえず完結してて、射撃系こっちにね刃をつけることによってね近接武器になるとかね、そういうギミックになってると。まあ支柱に関しましてはね今一個までつけておりませんけど、空いてるスペースにね取り付けておけばある程度ねひとまとめにできるっていうね、そういうような感じになっているんで、まとめることもできるし全体的な造形もいいですし、可動に関しましては従来のね G フレーム FA とね同じなんで可動域は変わらないんでね、可動も非常に良好となっているんで非常に良かったなと。ただ惜しい部分はまあ言ってる通りこいつ受注生産なので、今から買おうとすると手に入らないっていうのはねちょっと惜しい部分にはなりますけど、それをね加味しても非常にいい感じなんですよねこいつね。今までの G フレーム FA ね過去に結構紹介しておりますけど、かなりいいんでね、こちらねもしいいなと思った方はねぜひともね入手していただきたいと思えるね、そんな感じの一品でございました。はい、ということで12月編の栄えある第1位はこちらの G フレーム FA のプロビデンスガンダムですね、こちらの方を第1位とさせていただきました。はい、ではですねいつもね1位2位3位出していきたいと思いますが、1位がこちらです。2位がベルルッタ、3位がフィグマのソフィアですね。はい、一応こんな感じで、あとはブリングアーツのねベルトール井戸ありますけど、まあ見ていただくと分かる通りプラモデル、食玩、完成品フィギュア、そして出してませんけどベルトール井戸は完成品のロボットっていうことで、バランスがねある程度取れた感じですね。それぞれいいですね。うん、まあ言ってる通り入手難易度が高かったりとかね金額が高いっていうのもあったりとかしますけど、どれもこれもねかなりいい感じのものだったんでね、あと他のものフィギュアライズスタンダードとかね MG のダブルゼータバージョン K とかね、この辺もですね非常に良かったんでね、今回のランキング決めるのは結構苦労しましたけどね、まあこんな感じでねちょっとまとめさせていただきました。はい、どれかね気になった方はね入手してね楽しんでいただければと思います。はい、これにて2022年の紹介してよかったものトップ3はねこれにて全て完了という感じになりますので、あとはですねこの後に公開になります年間大賞ですね、それで2022年の動画は全て終了という感じになります。またですね
2023年も引き続きね、トップ3決めていきたいと思いますんでね。また何がね、ランクインするか予想しながらね、見ていただければと思います。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。